タッグ王座戦線、次のチャレンジャーにと名乗りを上げたのは吉岡誠輝と小峠敦史。おっ、ジェイクだ。おっ、やっぱり抑えらんねえや。ヘビー級とやるってやっぱ楽しいんだよね。お前もそうなんだけどよ、今回はお前じゃないんだ。おい、帰ろうとしているそこの杉浦選手、あなただよ、あなた。そう、シンプルに言うよ、俺あんたとやりたいんだわ。カイトじゃないんだ。俺が丸さん負けたしな。ジェイク様、何とぞ試合よろしくお願いいたします。井上さん、しびれますね。やっぱジェイク選手ね、このノアのね、マルフィス選手と並んで象徴と言われる杉浦選手と対戦したらたぎってしまいましたね。いや、完全に火がついています。いや、斉藤選手、たまりましたね。たまらないですね。ちょっと予感もしましたけど、さっき暑かったんで、いやでも実際こうやって聞くとたまらないですね。打てば響く、そんな両者 GHC ヘビー級頂上争い、大注目です。